どうもこんにちは、8TV の8です。横浜市の坂、全部登る南区編、横浜市の坂、全部登る南区編でございます。第4弾となりまして、今回は南区へやってまいりましたが、ここはですね、保土ヶ谷区にある児童遊園地という公園で、南区編なんですけれども、いきなり保土ヶ谷区からスタートしておりますが、この隣がもう南区になっているので、近い保土ヶ谷区からスタートしているんですけれども、まあ、ご覧のように、景色はすっかり春。前回の西区編がね、秋の始まりぐらいに撮ったんですけれども、気がつけばワールドカップは終わり、年は明け、WBC も終わり、すっかり春でございますが、南区もですね、エリアとしては狭いんですけれども、坂が多く、坂が密集しているエリアがとっても多いので、回るのはなかなかハードかなとは思うんですけれども、たっぷり坂の魅力をお届けできればなと思っております。さらに南区は具名寺商店街ですとか横浜橋商店街といった横浜市を代表する商店街もたくさんあるので、まあ、そちらもご紹介できればいいかなと思っております。春真っ盛りでありますが、早速南区の坂を登っていきましょう。レッツゴー。1本目の大丸縄文坂へやってまいりました。この近くに六川団地という、まあ、団地があるんですけれども、まあ、そこの近くになります。どうやら9000年前くらいはこの辺り海だったようで、1950年代ぐらいの調査で見つかった遺跡らしいんですけれども、まあ、現在はこの団地の開発とともにその遺跡の跡地はなくなっちゃったみたいなんですけれども、まあ、坂を巡っていくとその時代の景色がわかるかもしれないので、早速歩いていきたいと思います。さっきのプレドの横にはこんな石碑もあります。歩いていきましょう。ちょうど今僕らがスタートしたところが谷に当たる位置で、ちょうどこっちにこっちとあと向こう側にも坂が伸びているんですけれども、まあ、今回はちょっと北側方面に歩いていきたいと思います。行きましょう。下からの景色はこんな感じです。見た目以上に結構傾斜があります。今回は坂がいくつか密集しているエリアがあるんですけれども、まあ、その密集しているエリアはちょっと後に回して、まずは行きにくいところから回っていくというのが今回のプランでございます。果たして我々は一日で取り切ることができるのか、その一部始終をご覧ください。途中の景色はこんな感じ。非常に高台だし谷です。進みます。多分もう坂の頂上にはついてるんですけれども、一応一番奥まで行ってみたいと思います。続きます。前回から天皇賞秋の話をしてたんで、10月の30日11月ぐらいかな、頭ぐらいだと思うんだけど、いやー立ってしまいましたね。ちょっといろいろと立て込んでおりまして、ちょっと動画を撮影するのが遅れてしまったんですけれども、生きております。無事にここに大丸縄文の里の碑を発見しました。坂の碑とは少し違うのかもしれないですけれども、もう少し先に進みましょう。 WBC が終わってまだ1週間、もうちょっとぐらいですけれども、すっかり世間は WBC 一色になってしまって、ね、野球を見ない人は肩身の狭い思いをしているというニュースを聞いたんですけど、正直今回の WBC ってあんまり期待していなかったというか、その、まあ、日本が勝つ負けるってことではなくて、 WBC そのものが盛り上がるの本当にぐらいの気持ちでいたんですよね。まあ、アメリカがねいいメンバーを揃えてきてるっていうことはあったんですけれども、蓋を開けてみたらこのフィーバーぶりですからね、野球って人気あるスポーツなんだなってことがよく分かりましたね。本当に僕はこの横浜市の坂を登るという動画を撮っておきながら、当然ね DeNA ベイスターズファンなんだろうと思われがちなんですけれども、残念ながらヤクルトスワローズファンでございまして、初めて知った外国人助っ人がハウベルの時代のヤクルトファンでございますので、まあ DeNA もあのヤクルトの次に応援している球団なので、あいけない、野球トークをもっとしたいのに坂のゴールが近づいているので一旦坂の紹介に移りましょう。大丸縄文坂のゴール付近までやってまいりました。こっち側にさっきオープニングを撮った児童公園がもうあるので、ここがかなり保土ヶ谷区と南区の境界に近いところにあるんですけれども、ここに大丸縄文の里並びに大丸縄文坂の由来について看板を発見しました。まあ1本目ならこんな感じで、それでは次の坂に行ってみましょう。レッツゴー。2本目の引っ越し坂にやってまいりました。この通りはですね、平戸桜木道路といって、本田坂方面の東海道とあと井戸ヶ谷方面を結ぶ道になっております。車通りが多いんですけれども、方面はこっち。それでは早速進んでいきましょう。行こう。引っ越し坂のバス停発見しました。やはり名のある坂、バス停にもなるんだね。この六川のあたりは駅があんまりなくて、でもその代わりにこの桜木平戸道路の周りは結構、まあ、お店がいっぱいあるので、まあ、商店街とは少し違うんですけど、なんか独特の商店エリアが広がっているので、歩いて回ったり自転車で見ると結構面白いんですよね。まあ、ただちょっと傾斜があるのでそれは大変かもしれない。そしてこれは六川西小学校の絵だ。いや手形があって良い。行こう。
桜も咲いて、まあ、今年はちょっと桜の開花が早いのか葉桜になってしまってるんですけれども、でもあそこなんかね綺麗に咲いてますね。さあそしてこの三ツ川西小学校歩道橋を進んでいくあたりが引っ越し坂のおそらく頂上かな。リサーチによればそろそろ日があるはず、探していきましょう。我々の冒険はまだ始まったばかり。はい、引っ越し坂の日を発見しました。こちらの日も昭和53年、まあ西区とかね歩道橋編でも巡った時のようにこのタイプの日は昭和53年に一斉に設立されたような感がありますね。こっち方面に進むと本田坂、こっち方面に進むと宇部市、まあ、だけど一応我々は坂を登るなのでここまで登って次の坂に向かいたいと思います。レッツゴー。次向こう側の景色はこんな感じです。花中が進んでいく。次行きましょう。3カ所目の愚明寺坂にやってまいりました。愚明寺坂の入り口ではないんですけども、ご覧のように非常に桜満開、もう花見客がいっぱいで、ちょっと入り口でスタート取れなかったので皆さんにお花見の光景も見せつつスタートしていきたいと思います。レッツゴー。後ろに見えるのが愚明寺です。坂はこっち、歩いていきましょう。最高。いや、よりにもよってね、もう超花見シーズンど真ん中を選んでしまったことにより、今日は木曜日なのにとんでもない人に溢れております。いつもだったらねカメラマンに撮ってもらうんですけれども、割と駆け足気味に進みたいと思います。この愚明寺坂ね、本当に美味しいお店いっぱいあるんでいろいろ紹介したいんですけれども、ダイジェストです。ここにはケバブ屋さんがあります。ケバブはねいいよ、ケバブ好きです。さあそしてここが一八屋さんラーメン屋さんです。東戸塚に本店があるんですよね、確かね。お花見だよなこの時期はさ。愚明寺坂はね比較的短いのでこれらの商店を抜けていくとゴールでございます。とでは駆け足でしたが愚明寺坂はこれでおしまい。次行ってみましょう。花見したい。坂の途中に愚明寺坂の日があるのを忘れておりました。これです。次の坂行きます。4カ所目の打ち手坂にやってまいりました。今日はずっとね賑やかな場所が続いていたんですけれども、ようやく閑静な住宅街にやってまいりました。これ強一の傾斜です。早速登っていきましょう。そう、ここはさっきの愚明寺から少し西に行ったエリアなんですけれども、なぜここに名前のある坂があるのかなと不思議に思っております。さあそこに木が見えてきましたのでスタコラさっさと。はい、というわけで打ち手坂の木を発見しました。もう皆さんお分かりですね、これは昭和53年その通りでございます。頂上はもう少し進んでいきましょう。レッツゴー。木から頂上までの坂はこんな感じです。こっちも急だぞ。絶景、次行こう。ここ高いなおお、すげえすげえ。はい、というわけで打ち手坂の頂上までやってまいりました。思っていたよりもはるかに高い、いい景色が広がってますね。ここも商社の住宅街で非常に良い。それでは次行きましょう。レッツゴー。5カ所目の百段段へやってまいりました。この企画初めての段段という坂にやってまいりましたけれども、ここは横浜市営地下鉄の前田駅の近くにある坂で、この階段を登っていくと青山学院横浜英和高校があるところにも書いてありますね。百段段という名前なので本当に100段あるのか数えますか。行きましょう。レッツゴー。これを1段目とカウントしていきましょう。よし、1、2、3、4、5、ちょっと待って、ここで60ですけど、これ100段以上あるだろう。よし行くぞ。61、62、63、69、100。というわけで100段段の100段目に着いたんで終わっていいっすか。きつすぎる。数えながら登るとこんなきついんだね。はい、100段段の101段目がここ。では終わりまで行くぞ。147番目の景色はこんな感じ。すげえいい景色。これはね文句言いながら登ってきた感がありますよ。多分さっきの打ち手坂はあの辺りですね。ここが真下で、向こうの方に200ぐらいの方がちょっと見えるかな。147ですね。はい、行きます。154、155、156、ゴール。というわけで舞田の100段段を登り終わりました。我々の計算だと156段。それでは次行ってみよう。レッツゴー。昼飯。
いただきます。6カ所目の急坂にやってまいりました。この急坂は急勾配の急ではなく古い方の急坂になっております。何に対して急なのかがいろいろ調べてみたんですけれども、ちょっとよくわかりません。ちょっと待ってみましょう。これから我々が歩くエリアは前回の西区編で歩いた、関東学院の近くですね。坂が充填しているんですけれども、まさしくここも横がすぐ関東学院高校で、さっきもちょうどお昼に横浜橋商店街の入り口にあるラーメン屋さんでいただいたんですけれども、横浜橋商店街はね、まあ古い商店街で、あの桂歌丸さんのねふるさととしても知られている有名な商店街なんですけども、ってまた解説の途中で火を発見してしまったので、さっぷーん高本通りに行きました。関東学院の裏口なのかなになったところになります。さあもうちょっと持っていきましょう。まあはい、まあそう、横浜橋の宣伝をもうちょっとしよう。横浜橋はやっぱり食べ物が多くて、しかも中国とか韓国のお店もかなり多くて、本格的な中国料理を作るときに使うような素材を売ってるようなお店がたくさんあったりもして、非常に異国情緒あふれる商店街になってますね。それこそあの御徒町のアメ横の下にある商店街も、あそこも国際的なね店がたくさん集まってて非常に面白いエリアですけど、まあ自家製のキムチのお店も何軒かありますし、甘味屋さんもあって、揚げ物の店、焼き鳥屋さん、本当にたくさんあるので、まあ僕みたいな食い道楽はあの商店街にいるともうお腹の容量とお金がいくらあってもキリがないみたいな状況なので、非常に危険なエリアになっております。とかなんとか言ってるうちに、ここも桜が美しい。はい、というわけで旧坂の頂上までやってまいりました。すごくないですか。もうなんか楽園に来ました、ね、完全に。それでは次行きましょう。レッツゴー。次の楽園を目指して、ちょっとあまりにも綺麗なので追加で撮っておきます。次行きますよ。次は東坂にやってまいりました。ここは前回西区園で歩いた、石坂とか上関坂がある方のちょうど向かいにあたるエリアになって、これからこっちが西坂で、こっちが東坂なんですけれども、まずは東坂から登っていきましょう。レッツゴー。あそこに見えるのが藤田方面から小金町方面に抜ける、まあ、坂で、自然走ってた道ですね。前回の霞橋とかの、下に当たるエリアで、向かい側は野木山公園とか、あるいは上関坂とか、あの辺りのエリアになる反対側の場所ですね。南区はこの辺りのエリアに坂が密集しているので、今からはね、もうしらみつぶしにガシガシ登っていきます。君は散々ラーメン食べてるけど、結局何ラーメンが好きなの？今どこだからね。めちゃくちゃ天然言うけど。醤油豚骨、ね、我々が高校時代によく行ってた亀津のラーメン屋さんにラーメン道楽というお店があって、思い出深い味ですけど道楽のエピソード面白いんだけど、ちょっとお伝えできるかどうかちょっと怪しいんですね。いやいや、もちろん愛してリスペクトをしているんですけど、誤解の可能性が非常にあるんですね。家系とはまたちょっと違うよね。違うね、うん、麺太くないし、クリーミーじゃない、うん、なんかスープが黄色い白みたいな。そうだね。というわけで東坂終了でございます。次は西坂へです。はい、さっきの東坂の入り口に戻ってきました。次は西坂に行ってみましょう。レッツゴー。じゃあ君はどういうラーメンが好きなの？僕は横浜の人間なんで、どっちかというとラーメンよりはタンメンの方が好きなんですけど、タンメンはラーメンにカウントするなと言われたので、藤沢の駅からちょっと離れたところにあるんですけど、沢村さんというラーメン屋さんがありまして、ハマグリかな、ハマグリ出汁のラーメンがあるんですけど、バリバリにうまくて、まあ、正直今まで食ったラーメンの中であれが一番うまいなと僕は思っております。まあ、出汁にもいろんな種類があると思うんですけど、僕は結構貝の出汁が好きなので、まあ、それとあのラーメンがね混ざり合ったのは素晴らしいので、ぜひ横浜じゃないんかいって話なんですけどとかなんとか言ってるうちに西坂の火を発見しました。西坂の火がこちら、登っていきましょう。はい、では西坂の頂上がやってきたので報告、次行きましょう。続いては新坂を登っていきます。ラーメン天屋さんの前からスタートします。登っていきましょう。レッツゴー。まあそうそう、今回の新坂の途中にまた別の坂の入り口があるんですけれども、まあ、まずはこの新坂を登り切ってから次の坂に行きますよ。まあ、この辺りは久保山墓地という墓地があるので、まあ、やはりお墓も結構多いですね、この周りにはね。そう、現在鹿野台というエリアを歩いているんですけれども、この辺り結構南区の坂がいっぱいあるので、まあ、ここは目指していきましょう。おそらくこの坂が次のゴールなんですけど、見なかったことです。日を発見したんですけど、この日はなんとね、鹿野坂って書いてあるんですよね。でも Google マップとか他の紹介だとここは新坂なので、まあ、一応新坂で合ってると思うんですけど、なぜか鹿野坂の日があります。ちょっとね、
彫ってある文字がだいぶ古くてちょっと読みにくくなっちゃってるんですけど、謎は深まり、しかし我々は坂を登る。はい、新坂のゴールまでやってまいりました。ここがさっきの西坂のゴールからちょっと行ったところの、こう目道、目道ですかね、こっちの方に行くと、久保山墓地に続いているんですけども、まあ、我々は次の坂を目指していきましょう。カノエダイの百段段にやってまいりました。百段段シリーズ第2弾、登っていきましょう。レッツゴー。というわけで、ここを1段目と数えます。いきますよ。1、2、94段でした。次です。11箇所目の潮汲坂にやってまいりました。ここは南太田の駅に続くどんどん商店街というのがあるんですけども、そこから脇に行ったところにあるのがこの潮汲坂です。早速登っていきましょう。閑静な住宅街、レッツゴー。この潮汲坂の潮汲って多分長石の石、三千夕方、そう、に汲むで潮汲なのかなって勝手に、ひらがななんですけど、今日の南区というエリアは伊勢崎町のあたりがもともと海だったんですよね。埋め立て地なので、もしかしたらすごい昔にはこのあたりまで海が広がってたんじゃないかなと思われます。まあ本当はね、吉田神殿についての話とかもしたいんですけど、ピンポンパンポンで解説入れてるかもしれないんで、そちらをご参照ください。これちょっと確証はないんですけど、さっきからね、こう南太田とか旧坂の近くにあった太田小学校という小学校もあるんですけど、その太田はどこから来たのかというと、あの江戸城をクリエイトした太田宝冠の太田から取ってるんじゃないかなという説が出ております。とか言ってるうちに潮汲坂ですね。裏も表もひらがななので、この潮汲がひらがなが正式名称ということが分かりますね。はい、潮汲坂です。それではまた進んでいきます。太田道館の話気になるな。南太田の太田が太田道館の太田に由来するっていうのは相当トリビアなんだろうけど、これはまだ分かんないんで後で調べます。よし、頂上付近に来ましたよ。はい、というわけで潮汲坂の頂上までやってまいりました。結構ね、後半急な坂だったので、なかなかハードな坂でございました。それでは次の坂に行きましょう。先ほどの潮汲坂の近くにあります、カノエ坂にやってまいりました。カノエダイのカノエ坂、ついに本丸といったところですけれども、果たしてどの坂が待っているのでしょうか。続いて行きましょう。さっき の潮汲坂の頂上にですね、坂屋さんがあって、そこの店主の方から少しお話を聞いたんですけれど、もともとこの辺りは太田村という村があって、でそこの南にあるから南太田という場所らしく、でさらにその太田村の太田とはやはり太田道館から取ったということはそうなので、南太田の太田は太田道館に由来しているという説は正しかったということになりますね。やはり地元の方にお話を伺うのが一番手っ取り早くかつ正確だということがよく分かりました。これからもね、いろいろ情報収集を現地の方にお伺いできればなと思っております。思ったんだけど、僕はさ、横浜市の坂全部登るんだけど、君は横浜市の坂全部逆登りするっていうことを達成してない？ね、横浜市の坂後ろ向きに登るだからそうだね、思わずこけちゃったよ、ね、そんな疲れた我々の目の前に癒しを与える日が登場いたしましたよ。かなり坂の日をお伝えしました。ゴールあとちょっと登っていきましょう。とても綺麗。カノエ坂の頂上までやってまいりました。いやー、すごい景色。あっちが多分清水の丘公園のあたりですね。それでは次の坂はなんとこの頂上の向かい側、そう、我々はすでにネタバレしてしまっているのです。次の坂行きましょう。レッツゴー。続いては久保山坂に参りました。後ろに見えるのが霞橋でございます。こっちが前回登った霞橋の入り口になるんですけれども、久保山坂はこの久保山霊道入り口をこっち側、それでは早速登っていきましょう。レッツゴー。いや、あまりにも今更ですけれども、映画 RRR を見てきましたね。どうして俺はもっと早くあれを見なかったんだというふうにね、絶望しました。素晴らしい映画でしたね、本当に。僕は基本的にミュージカルもあんまり好きじゃなくて、なんで突然歌い出すのって思っちゃうタイプなんですけど、あれはもうね、むしろなんで踊り出さないんだって言いたくなるぐらい、やっぱりダンスがなんかこう納得できる場面で入るのが良かったですよね。あとなんといっても泥臭さ、男臭さ、土臭さ、ありとあらゆる臭さがね、こう濃密に詰まった作品だと思うんですけど、嫌な臭さじゃないんですよね。癖になる臭さというか、こう行動がみんなまっすぐ
っすぐなんですよね。そこがなんかこう見てて気持ちがいいというか、友達のために戦うとか、さらわれた娘のために戦うとか、差別のために戦うみたいな、そういうこうまっすぐした思いっていうのはね、なかなかこう口ではうまく言えても納得する表現にするのはなかなか難しいなって思うんですけどね。あれはなんかそういうのがスッと入ってくる説得力がある作品でしたね。3時間の上映ってね、相当長いですからね。で、途中でインターバルが入る映画を久しぶりに見たような気がしますね。あまりの素晴らしさにカメラマンにも今すぐ見てきた方がいいよっていう連絡をして見ていただいたわけですけども、いかがでしたか？ RRR は劇場で見てよかったと思います。まあそうだね、うん、あの迫力はね、あの映画明らかにうるさいもんね。うるさい、めっちゃうるさいよあれ、うん、あの音響はぜひ劇場で見てほしいって感じ。そうだよね。戦闘シーンもさ、もちろんみんな真剣にやってるんだけど、どこかやっぱバカバカしさがあって笑っちゃうっていうところも面白いよな。なんか非現実的なことを全力でやってるっていうのがやっぱ素晴らしいなと思う。これは決してバカにしてるとかってことじゃなくて、バカ正直みたいな感じのものが形になってるって素晴らしいなと思ったね。なんかああいうエネルギーは見習わないといけないなと思いますね、本当に。とかなんとか言ってるうちに久保山坂の木を発見しましたよ。こちら我々は息に見逃しておりました。無事になってよかった。お、そして気がつけばあんなところに謎マクタンを見えております。頂上はもうちょっと、もうちょっと頑張りましょう。はい、久保山坂の頂上までやってまいりました。この頂上にまた戻ってきましたぞ。それでは強さがいきましょう。レッツゴー。続きまして、カノエの七曲がりにやってまいりました。こちらもなんと七曲がりでございます。本当に七つ曲がってるのか検証していきましょう。レッツゴー。1曲がり、よし、これが2か所目、2曲がり目、火だ。3曲がり目の途中に、カノエの7曲がりの火を発見しました。坂がついてないですね。カノエの7曲がりが正式名称でございます。さあ、曲がっていこう。よし、これが3つ目、ここが4つ目、4曲がり目。帰りここから行けると楽そうじゃない？あ、そうだね。繋がってんのかな。横浜それがあるからな。うかつにね。あ、ショートカットじゃんって行くと。どこここ。5曲がり目、5箇所目。6。7曲がり目、しかもね、道こっちらしいんだよね。うん、さらに曲がっているぞ、この坂は。1曲がり目ですね。7曲がりなんてもんではなかった。8つ目、今回の坂はこの狩野台とか、まあ、南太田周辺の坂はみんなこの久保山方面、まあ、さらには保土ヶ方面に進んでいる坂が多いので、まあ、やっぱり旧道に面しているところに坂が続いているという説がまたしても裏付けされてしまったような感じがしますね。この久保山墓地もきっと昔からある墓地だと思うので、やはりこの歴史の古さを物語っているという感じをします。はい、というわけで狩野の七曲がりの終点までやってまいりました。なんと7つではなく8曲がりでございました。なんかお得な気分になっております。ご覧のように素晴らしい景色が広がっております。まだまだ行くよ。次行ってみよう。ナートゥー。動きがないのでカット。本日最後、清水坂へやってまいりました。まあ、ちょっと暗くなってきちゃったので今日はここで締めますが、一生懸命でもできますよ。ラストの清水へゴー。おお、あれか。いや、結構エグいの見えた。すごいな、マジか。清水坂はこっちなんですけど、こっちのすごい坂を見つけたので、ちょっとカメラそのままで待っててください。登ってみて。なんで登ったんだ俺は。よし、行くぞ。一度登っておかないと気が済まない病になってますね、完全にね。病気です。そう、こっちにまで来ると地名が清水ヶ丘という名前に変わっておりまして、まあ、清水ヶ丘高校っていう高校がおそらくあると思うんですけど、その辺りのエリアにまで我々は移ってきました。あ、そうすると、お、すごい、褒めたら出た。日は褒めたら出るぞ。はい、というわけで清水坂の日を発見しました。言うまでもなく昭和53年でしょう。ではあとちょっと、ゴーゴーゴー。清水坂の終点までやってまいりました。こちらに見えるのは久保山墓地。本日はこれで終了。今日の締めは後で撮ります。南区編
1日目終了でございます。なんかすごい壮大なところでエンディングを撮っておりますがまだ終わりではありません。まだ残っておりますが、本日はこれにて終了。2日目でお会いいたしましょう。バイバーイ。あー、まとまってくる。さようなら。バイバーイ。終われ。横浜市の坂全部登る南区編 Day2、 16箇所目の湯行坂にやってまいりました。早速登っていきましょう。レッツゴー。さあ、この湯行坂ですが、横浜商店街と JR 石川町駅の間あたりに位置する坂になります。湯行という言葉を聞いておやっと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、その通りでございます。箱根駅伝で、戸塚中継所から、藤沢方面に向かうときに、湯行寺というお寺があるんですけれども、なんとその湯行寺にちょっと由来しているということで、湯行寺というのがもともと小上皇寺というお寺だそうなんですけれども、こちらにあるのが、上皇寺というお寺さんで、藤沢さんという上に書いてあるどうやら別院らしいです。なので、その、湯行寺の別院がここにあることから湯行坂という名前がついたそうです。湯行坂もね、向こうにあのマクターが見える非常にいい位置となっております。坂はこんな感じで続いてます。登ってきます。このデイ2は主に南区の南側といった方がいいのかな、南東側といった方がいいのかな、そのあたりに10箇所の坂が固まっているので、今回はそこを一つ一つ踏破していくというプランになっております。ここは長いけどそこまで急じゃない、なんていうの、紳士的な坂だわおりゃーって感じがないわ。お、船の汽笛が聞こえますね。港が近い。出港してますな。はい、頂上に湯行坂の火を発見しました。結構傾斜自体は急なんですけど、なんか景色がいいせいか非常に登りやすい坂でしたね。一本目快調。次に向かいます。17箇所目の東坂にやってまいりました。東坂はこれで3つ目東坂だらけになってるんですけれども、早速登っていきましょう。レッツゴー。この東坂はこの坂のもっと下に、中村川という川が流れてるんですけれども、そこの中村川を渡る橋が東橋という橋があるので、そこから東坂になったんじゃないかなという説が有力だそうです。ここから本格的に坂が進んでいく感じですね。行きましょう。すごい傾斜です。登っていきます。まずまず岩木を発見しました。そして景色はこんな感じ。正直これ南区内の坂の中でも割とベストロケーションなんじゃないかっていうぐらい港未来一望できますね。素晴らしい。はい、南区の東坂無事制覇しました。次行ってみましょう。レッツゴー。18箇所目のたぬき坂にやってまいりました。ポンポコポン。たぬき坂はなんかもともとこの坂の近くになんかたぬきの置物がいっぱい飾ってあるお家があったとか、たぬきが出たとか、そのあたりの説が濃厚らしいです。名前の可愛さも相まってちょっと緩い感じがしていいですね。キビキビ登っていきましょう。いや、たぬき坂はキビキビ登っちゃいけないな。ゆると登っていこう。これまで登ってきている湯行坂とあと東坂とこのたぬき坂、みんな斜面が北に向いていて、坂自体は南に伸びてるって感じか。なんか緑も多くて非常にいい場所ですね。ねえ、横浜橋商店街とか無名商店街みたいな下町の雰囲気も味わえるし、ちょっと行けば石川町とかみなとみらいとか、あるいは上岡とかね、あっちの方にも出られるんで、すごい利便性が高いし、横浜の歴史も味わうことができて、なんかこういう景色、ちょっと鎌倉もなんかこういう景色を彷彿とさせますね。こういう木に囲まれたエリア好きだな。はい、というわけで、たぬき坂の木を発見しました。この動画を登った理由坂の近くにあるビジネスパークの中を見ることができます。やはり坂を登ることで地形を知るというのがいかに大事かが分かりますね。頂上まで登っていきましょう。というわけで、たぬき坂終了しました。唐沢公園というところがあったので展望台まで来ています。非常にいい景色。次行ってみましょう。19箇所目の八木坂にやってまいりました。いや、これウサギか。まあ、このヤギ坂はなんと昔この辺りにヤギの牧場があったそうです。
おお。はい、これがヤギ坂の階段です。どうする？お任せします。お任せするって言われたらね。ねえ、そりゃあ、向こうの景色は分かんない。非常に良い。じゃあ行きましょう。結構あるよ。87にヤギ坂の日発見というわけで、ヤギ坂の日を発見しました。ヤギ坂の階段は89段、そしてこの日は87段目になりました。また数えちゃったね。次行ってみよう。20カ所目の初池坂にやってまいりました。今日は湯行坂から西に向かって進んでおります。この初池坂は坂の途中に初池が昔あったそうですが、果たして跡地が発見できるのか探していきたいと思います。レッツラゴー。裸の王様ってそれを待ってたんだっけ？いや違う、彼は本当に信じて、詐欺師の仕立て屋に、ああなるほど、この絹はバカには見えないんですよって言われて、うん、見えないけどバカだって思われたくないから、おいい服じゃっつって。ああなるほど。まあでも本当、裸の王様の話こそもうザ・グワって感じだよね。そうだね。あれこそなんかこう普遍的に通じる話だよなと。なんか人の見えみたいなのうまくついてるね。いや俺てっきり裸の王様って、裸の王様自身があれを着ることによって、誰かその自分に本当のことを言ってくれる有能な部下を求めてるためにやってたのかなと思ってたんだけど、そういうことじゃなかったんだね。その偶話は今っぽい。なるほど。令和最新版ですよ。まさかの8エリアにうちにビビりまくるような時期、このくだり前もあったな。はい、初めて坂がありました。こっちはね、すごい。うわすごいね。景色が広がっております。ゴールあとちょっと。レッツゴー。というわけで、初池坂制覇、次に行くよーす。21箇所目の海老坂にやってまいりました。見てください、この坂ヤバすぎます。ちょっとチェックしてます。結構ね、このデイ2ね、全部坂きついんですよ。登っていきましょう。レッツゴー。まあ、もともとこの海老坂はこの周辺になんか川が流れていて、よく蛇が出没したから蛇坂という名前がついたそうですが、現在はもうすっかりこの両サイドに大きいマンションが建てられているので、その蛇さんも今はどこかに行ってしまったんだよね。こっちすごいよ。そこなんかもう垂直だもんね。すごいね。これですよ、ザ横浜の景色。大阪にやってまいりました。ここでなんと視聴者の方からメールをいただいたのでご紹介させていただきます。横浜市の愛さんという方からいただきました。ありがとうございます。一部をご紹介しますね。南区の坂は階段を伴う坂が多いのですが、階段を伴わず車や自転車で登り降りできる坂で、おそらく一番急なのが大阪だと思います。坂の下から上を見上げると人によっては心が折れるんじゃないかと思うような景色と思いますので、ぜひお試しくださいとのことです。ありがとうございます。下から望んでみましょうか。ちょうどいいタイミングで車が通ってきましたが、これはね、心が折れますよ。しかももう結構登ってきた上でまたここですからね。ともあれ、我々の坂の踏破はまだまだ続きます。頑張って登っていきましょう。レッツゴー。確かにこのいただいたメールのように、今回ね、南区のこの後半の坂は階段が多くて、今も多分半分ぐらい坂と階段が混じった場所が多かったんですけど、ここが純粋なスロープだということですね。いや、しかしこのチャンネルね、ひっそりと運営してるんですけれども、メールをいただけて非常にありがたく思っております。我々は坂情報に飢えておりますので、皆様からの情報提供をお待ちしております。よろしくお願いします。ここに中村冒険パークの怒り発見、一回使ってたやつなのかな、本物なのかしら、ね、サムネでも撮っとくか。セイキンサンフード。多分使わねえわ。やるか。企画は坂を登るで崖を登るではないので、どんどん行きましょう。おお。すごいです。すごい。お、やばい、遊んでたら気づかなかった。で、大阪の日を発見しました。いや素晴らしい。もうなんか楽しいわこの坂。エンタメ力高い。スタートショットです。はい、大阪の頂上までやってまいりました。いや
めっちゃ楽しかったです。アイさん、情報提供ありがとうございました。それでは次の坂に行ってみましょう。レッツゴー。ほい。23カ所目の見返り坂にやってまいりました。あまりにも坂が急なので見返ってしまうことに由来しているそうです。登っていきましょう。完成な住宅街。さっきの大阪の麓から近いところにこの見返り坂のスタートもあります。このウグイスはやらせではありません。生音です。本物です。本物でございます。いい感じの坂でございます。なかなか欲張っちゃうんですね。これどっちだろう。ここでやっぱり見返ってるもんね。そうだね。違うね。そういうことか。おそらく。おほほほほほ。おお。素晴らしい。あの辺りがさっき登った蛇坂か。そこは蛇坂だし。初めの山田坂にやってまいりました。山田坂はなんか日はないらしいんですけれども、素晴らしい景色が広がっていることを私たちはすでに知っています。なぜなら登ってきたからね。でも登ってきますよ。レッツゴー。こういうね、苔の壁も好きですね。私これすごいね。すごいすごい。あれは医療センター。自民党医療センター大きいですよね。でかいね。あれどこにあるんだろう。あれのね、もうちょっと右側に行くと、もう横浜橋の、まあ、我々からすぐ出口があるから、ちょうど我々今北西方向を向いてる感じなのかな。左側の桜が咲いてるあたりが、デイワンの締めを取った清水川湖公園のあたりになりますね。この真正面あたりが、デイワンの鹿野台のあたりかな。鹿野の七曲がりとか、そこら辺があったエリアだと思います。まあ、手前走ってるのが首都高ですね。こう見てみるとね、やっぱりいかにみなとみらい方面がビルがいっぱいあるかってことがよくわかりますよね。さあ、これも横浜の地形を知る上で参考にしていただければ幸いでございますね。さあ、あとちょっと行きましょう。なんかもう坂見ながら飲めるね。あそこの地形がいいよねとかそういう話で飲めますね。はい、というわけで山田坂の頂上までやってまいりました。今ね、バスが来ましたけど、このバスの三夜のバス停の近くにこの山田坂の入り口があります。では次がラスト、キャリていくぞ。おさあ、南区編25カ所目ラスト、稲荷坂にやってまいりました。ご覧ください、この坂めっちゃ急です。もうラスボスにふさわしいこの坂取っておきました。早速登っていきましょう。レッツゴー。まあ、今回のこの南区編を撮るにあたって、まあ、僕が真っ先に思い浮かんだのがこの稲荷坂でございます。この稲荷坂はですね、この坂の麓に、中村橋という橋がありまして、堀割川という川を、まあ、渡っている、橋なんですけども、向こう方面に行くと磯子とかね、根岸の方に繋がっていたりしている場所になります。まあ、この坂はもう本当にご覧のようにまっすぐだ、もうなんだったらもうスキージャンプみたいな坂なんで、この辺りに来たらね、すごい目につく坂なんですよね。ご紹介したい坂をね、最後に案内できて私は本望でございます。さあ、どんどん登っていきましょう。まあ、そしてこの稲荷坂の最後の方にですね、根岸米軍住宅というアメリカ海軍の人たちが住んでいた住宅地があるんですけれども、そこが、まあ、数年前に返還されて、まあ、現在は、まあ、人は住んでいないという状況になっているので、まあ、これからその旧米軍住宅地の跡地がどういうふうに活用されていくのかというのも、横浜市民としては非常に気になっているポイントであります。このね、高台の高立地なんで、しかも磯子区と南区とあと中区かなに広がるかなり広範囲なので、どういうふうに開発するかも、まあ、非常に見ものですよね。まあ、今回この登ってきた南区の、まあ、山手に近い南区のエリアは高台にね、商店がないので買い物がね、不便なんじゃないかなと思うので、商業施設にするのかどうかっていうところとかも、まあ、今後土地開発のポイントになってくるんじゃないかなと思います。お、ありました。お、私より先にカメラマンが稲荷坂の日を発見しました。なんか紹介することにかばけていて日を探すのを忘れていましたが、ちゃんとありました。ナイス。行きましょう。おー、すげえ、怖い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 、これはさすがに怖いよ。これすごいね。これは怖い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 。
ここで終わりか。そう、ここでおしまいです。ちょっとこっち見て。あ、いや、うん、はい、というわけで稲荷坂の頂上付近までやってまいりました。無事に南区25箇所制覇いたしました。やったー。いやー、もう今回ね、とにかく発見が多くて、とっても楽しかったですね。というわけで締めに移りましょう。稲荷坂はこれにて制覇、やったぜ。はい、というわけで横浜市の坂全部登る南区編全部制覇いたしました。やったー。25箇所無事に回り終わりました。ありがとうございます。今回は、メールもいただいて貴重な情報もいただきながら無事に25箇所登り終わることができました。まあ南区編の感想ですけれども、まあ南区自体はね、結構よく行く区ではあったんですけれども、まあ行く場所が限られていて、山手周辺の上ですかね、この辺り今回初めて行くところ多かったんですけれども、非常に見応えがあって、しかもみんないい住宅だったんですよね。なんか景色が良くて自然も多くて、ちょっとね、あの坂を降りればもういろんな商店があったりとかして、すごく住みやすいいい場所だなという印象を持ちました。前半はね、保土ヶ谷寄りの場所で、後半は中区寄りの場所だったので、隣接してる区にもよってね、全然街の景色が変わるんですけれども、まあやはり南区もね、まあ戦前に発足した区なので、まあ町の歴史も古いですし、新しいものも立ちながら古い家もあってっていう、本古地震とでも言いますか、古きを知り新しきを知るというようなものを体現しているような素晴らしい、町であり、登りがいのある坂の数々でございました。ぜひ皆様もね、石崎町とか、あるいは坂東橋あたりで降りて、こういろんな坂を巡ってみるのもいいかもしれません。まあ、というわけでこの第4弾も無事に終わったので、果たして次はどちらの坂を目指すのか、我々はまだノープランではございますけれども、まあ、非常に撮影が快調に進みましたので、この勢いでまた他の国もどんどん足を運んでいきたいなと思っております。それでは次の動画でお会いいたしましょう。また会いましょう。バイバーイ。おい、そして俺はどっちに去る。こっち、こっち、こっちだ。